stayed for too long, and I woke up at your place again. And all this time, バックハンド。こんなショットが打てるようになりたい。ドロップショット。え、これもうパン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 答えるんですか、それとも。なるほど。もう一回いきましょう、最初から。2問しか言ってないです。バカンド。ドロップショット。176くらいでした。ゼロ。試合中ですよね。試合中に折ったのは多分2本くらいです。でも花キューピッドオープンのダブルスの時にもう本当にボレーが入らなくて、もう全部ストレートアタックされるんですよ。でも触ったら触ってボール全部ミスるんで、それがもう本当にストレスで、もう一回折らないでやってらんないってなって、ガンガンガンと打ったら美咲ちゃんにびっくりされました。落ち着いて。あ、本当ですか。覚えてない。あ、大丈夫、尊敬してないとか言ったら怒られるか。え、やばい。伊達さんと錦織くん、やっぱ伊達さんのテニスに対する情熱はもう本当に今まで見たことないです。あれだけの情熱を持ってテニスやってる人見たことなくて、錦織くんはもう優しい、もうどんな選手にも分け隔てなくこう気遣ってくれて、はい、ご飯にも誘ってくれて本当に優しい。本当にこんなレベルの選手にもみたいな、まあ、私気にかけてくれるんだとか。女子ダブルス組むみたいな選手、ちょっと待ってくださいね。誰、あ、ガブリエラ・ダブロフスキー選手、シュー・イーヴァンと組んでいて、今年もツアーファイナル出てるんですけど、カナダ人です。やっぱりベン君、ベン・マクラクラ。この人はすごく強い。月並みですけどシャラポワ、はい、集中力の高さとか持ってる雰囲気、なんか、会場を取り込むなんかこのオーラとか、反対側に立っててすごい感じました。だってさ、やっぱりさ、なんか、そんな選手じゃないじゃん、やっぱシャラポワ、ハレプ、あそこら辺ね、みたいな、やっぱりすごいのね、みたいな。西岡くん、どんだけしつこいのかとか、どんな感じなのかって、ちょっとやってみたい。あー、やっぱり、ユースオープン1回戦、CC ベリスに勝った試合ですかね。あれ、初勝利なんで。今年の花キューピッドオープンで1回戦全部3号ダウンだったんです、全セット。そこから6-7-7-6-7-5で勝ちて、それ、 あとフェドカップで0-6-2-5から逆転勝ちしたことです。え、なおちゃん頑張れとかですか。月並みですけど。生ものは食べないようにしてて、あと脂っこいものも極力取らないようにしてて。良いところ、もうアットホームなところ。あまりプロがこう練習変えれる場所ってないと思うんですけど、本当にいつ行っても誰かしらいて、しっかり練習ができる。すごいところ。迷っちゃダメなところ。すごいところ。エイさんも
もういかにこう選手を良くしようかっていうのを常に考えてて、もう四六時中テニスのこと考えてますね。寝ててアイデアが浮かんで起きるとか結構あるみたいで、あとよく素振りしてます。やめてほしいことないですけど、あ、ちょっと今ダイエットにハマってるんで、ちょっとそろそろダイエットやめてほしいかな。すごい体重落としてるんで、もうハマっちゃってるんですよ、ダイエット。ちょっとペース落としてほしい。あれ、あのミユは意外と優しい、人思い、そう、かわいい。よかった大会。パス。機内食は食べません。食べない。あ、そうなんだ。最近食べなくなりましたね。あ、何かしら持っていきます自分で。寝ないのと寝る。ドーハの4シーズンすごかったね。イタリアのロックマンドル行った時に、もうあのすっごい狭い部屋、あの写真送りますね、なんかここら辺に出してください。バスタブがないホテルは許せない。枕。はい。持ってきます。結構高いんです。自分で作って何万かする枕を持ち運んでます。ないです。納豆。納豆をかけたご飯。アマゾンプライムで、海外ドラマ見てます。今プリズンブレイクにハマってる。古いって言われるんですけど。でもマイケルイケメン。次、お風呂に浸かることでさ、ね、あと実家にいるときは犬と遊ぶこと。嫌いなメニューはスクワット。スクワット苦手なんです。得意なのは、短距離。なんか試合前の日ってあの軽いんですよ、メニューが。で5本ダッシュとか、それは好きです。5時間くらいですかね、はい。アイスバスは好き。アイスバス嫌いじゃないです。他の選手よりは好きなんです。はい、すぐ休みたがります。いろんなところに行けるのと豪華なホテルに泊まれること。やっぱ家族との時間が少ないです。そうですね、テニスなんか嫌いな時期もあったんですけど、テニス続けてたら幸せなれるよって。Stayed for too long.